中日北マケドニア大使館は北マケドニアが日本の首都東京に設置している大使館である在東京北マケドニア大使館とも1991年9月8日マケドニア共和国がユーゴスラビア社会主義連邦共和国からの独立を宣言1993年12月に日本が同国をマケドニア旧ユーゴスラビア共和国として承認し 翌1994年3月に両国間の外交関係が樹立された。ウィーンの在オーストリア大使館による権活を経て、まず2013年5月に中日大使館仮事務所が設置された後、2014年10月に中日マケドニア旧ユーゴスラビア共和国大使館が開館した。初代常駐大使はアンドリアナツベトコビッチ。2019年2月、 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国が憲法上の名称を北マケドニア共和国に解消したことに伴い、東京の大使館も中日北マケドニア共和国大使館に解消された。2021年7月15日より、ゴランツェコフが特命全権大使を務めている。ありがとうございます。